皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。ホイナツオイランか。この人は本当に優しそうだよね。ここあれか。時とやか。炭治郎いたもんね。何？ああ、かんざしか。なんかこういうのってさ、他の人から妬まれたりとかしないのかな？なんか女の世界だからな。オープニング入りました。今んとこ炭治郎だけ平和だな。あれ、ちょっと待って。今気づいたんだけどさ。禰豆子どこ行った？え、なんか炭治郎の部屋にいるのかな？宇髄さんが預かってるわけじゃないよね。え、映ってたっけ？今まで。気づいてなかった。すっかり忘れてたけど。部屋に置いてんのかな？あの、禰豆子入ってる箱ね。箱っていうか、なんて言うんだろう。でもさ、おかみさん以外にも、いたよね、絶対ね。あの、わらび姫がおかしいって気づいた人。まあ、今まで全部手にかけてきたんだろうね、そういう人がいても。みんな、無事なのかな？お嫁さんたち。オープニング終わりました。タイトルコール第4話。今夜。今夜。あ。前後？うん。やっぱり。なんとなく薄々気づいてはいるけど、関わらないようにしてるのかな？おかみさんのこともあったしね。もう脱ぎ出したでいいや、みたいな。おみっつが、おかみさんか。そこで？そこで会議してんの？全然伝わってこない。え？それカニじゃない？それ。あ、やっぱ定期連絡してるんだね。察知してた？気配を感じなかった。
さすが元忍び。情報察知が早いな。ああ。そういう判断をするんだ。離脱しろって？あ、もうそんなに上がったんだ。カナオの下なの？村田さん。てか、なんか通知されないの？それ。どういう原理だ？えーって。ね。私もそう思った。あー。そんな表現っていうか、ありました？そうなんだ。誰も教えてくれなかったよね。いや、元気出せよ、じゃなくて。一人じゃない方がいいよね。え、何だと思ってんの？その凛之介の顔。何その顔？ペムペムっていうか。ああ。繋がってるってこと？まあそうだね。パーって消せるわけじゃないしね。そうだね。てか、むしろさ、日中動い、あ、そっか、動けないか。でも、家の中だったら動けるか。だって、寝ないんでしょ、鬼って別に。そうだね。いや、ほんとか？ほんとか？ やっぱ作戦立案はやっぱ炭治郎が向いてんのかな？かわいいな。小稲津さん狙われたりしないの？大丈夫なの？
正体明かすの？だろうね。だよね。さすがだ。ある意味プロだよね。なんか最初から事情説明した方が良かったんじゃないかな。ああ、だからか、かんざしあげたの。なんかそんな気はしてた。見受け、心配なんだ。いい人だよね、恋夏さん。無事でいてね。幸せになってください。そうか、気にかけてくれてるのか。だからさ、やめてー。私が一番じゃなきゃみたいな。戻ってきてー、炭治郎。なんでだよ。もうなんかそんな感じはしてたけどじゃあ。あれはフラグなんですか？タイミングが。やっぱお店の行き来はしてるんだな。今気づいた？え、間に合う？もしかして。みんな走ってんのかな？ B パートです。いや、それどころじゃなくて。いいよ、もう動いて。誰に言ってんだろう。いや。動き方よ。まさかぶっ刺さるとは思わなかった。なに？忍獣っていうの？いや、ムキムキ分かったから。もうそんなことしてる場合じゃないもんね。もう潜入はいいよ。そういう手段に出ましたか。B
病気？話してくれたのね。そうか、自分の命も危ないかもしれないもんね。もっと通信手段があればな。ついに動き出したか、みんな。どっかに連れてってるの？逃げ出したもん。そういうふうに言うってことは全員捕まってないのか？何？どうなってんの？食べられてんの？あれ。ね、男は食べるの？ほんと性格が でも逆にこれぐらい派手な音立てた方が来るんじゃない？ 威力が半端ない。え、何？しびれてんの？ああ、なるほど。上限と遭遇してね。そうだよな。あれがあったからな。異空間とか？ああ、なるほど。そういうことなんだ。あ、じゃあ男でもいいんですね。あ、そういえば、いつの間にかそういえば、背負ってたか。禰豆子。かわいい。え、じゃあまだ食べられてないってこと？じゃあ三人、生きてんのかな？お嫁さんたち。おお、切った切った？
さ、帯を、帯が武器になるって面白いよね。その発想が。え、血出んの？帯から。体の一部なの？あ、なんか、ちょ、そこ帯のとこ。大丈夫なん？それ。大丈夫なの？これ、切り方。どっち？なんか気に入られてんだかなんだか やるんだって。そうだね。でも無理はすんな。そのうちみんな来るよ、きっと。あ、ここで終わりそうな感じする。終わるな。終わったー。エンディング入りました。え、じゃあ何？みんな帯の中に閉じ込められてるってこと？マキオさんもひなつるさんもスマさんも。な、そういうこと？どうなんだ？すぐ食べたりしないで、一回なんか帯の中に取り込むってこと？まさかの、なんかドラえもんのポケットみたいな。四次元帯？ということはやっぱりあの感じからしてさ、なんかあの言い方さ、わらび姫の言い方だとさ、善逸知らなそうじゃなかった？捕まってなくない？あれ。どうなんだろう？帯の中に捕まえてたらあんな言い方しなくない？来たの？みたいなこと言ったよね。どうなんだろう。エンディング終わりまして。いっぱいいる？ムキムキだからね。やるやつだぜ。はい。鬼滅の刃遊郭編4話見終わりました。ムキムキ。そっか。衝撃の。ネズミしかいないのかな？なんか、まあ、うん。そっか。まあ確かに小さいからね。向いてるとは、確かにな。そんなキャラが出てくると思わなかったな。そっかそっか、なんか帯に閉じ込めるっていうのはびっくりしましたね。帯でただ攻撃するだけなのかなって思ってたんですけど。四次元帯？どうなんだろう？いきなりその、食べたりしないで帯の中に取り込んで、一旦保管しとくのかな？どういう感じなんだろう？もしかしたらそうだとしたら、三人のお嫁さんたちも生きてる可能性はあるんですよね。で、なんかよくわかんなかったのが、炭治郎が攻め入った時に、来たの？みたいな感じで言った時に、
あの金色の髪、金色っていうかオレンジ色の髪の子みたいなこと言ってましたよね。あの言い方だとさ、善逸捕まってなくない？どういうこと？あれ、そこでちょっと頭がパニックというか、ん？ってなったんですよね。わかんないなぁ。なんか気になるなぁ。みんな生きてるといいなぁっていうか、多分善逸は生きてると思うんだけど、お嫁さんたちどうなってんのかなぁ。でもなんか恋夏花魁を最後まで守り抜いてほしいですね。生きててほしい彼女には。という感じで次回もまた見ていきたいと思います。遊郭編4話ですね。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。